おはようございます。エプロン筋肉プラモデル動画投稿者の宮田です。はい、本日はですね、なんといつも通り一人の撮影ではなくてですね、もう一人ゲストを呼んでおります。はいはい、お邪魔させていただきます。関東で俳優やらせていただいております、南雲清弘です。私の高校時代のからの友人でございましてですね、はい、なんと一回自衛隊に入ったと思いきや知らん間に俳優になってるっていう、はい、いつの間にか、はい、舞台つながりで、はい、陸上自衛隊の舞台から演劇の舞台へと、畑を変えましたね。いました。現在です、2023年9月現在絶賛放送中の特撮ドラマの、ウルトラマンブレイザーにですね、彼あの、まあ、地球防衛隊としてねの隊員の一員として登場しておりますので、1話とかね、第10話とかねゴリゴリ出てるんでね、第10話が一番今のところ分かりやすいですかね。確かに、はい、ご覧になってください。多分あの小さい怪獣を捕獲してるところでゴリゴリ出てるんでね。バズーカ撃ってますからね。バズーカ撃ってぜひ見ていただけたらと思います。よろしくお願いします。本日なんですけれども、ウルトラマンに出てる俳優の人とやるといえば、はい、ウルトラマンのプラモデルを作ろうじゃないかと。いかにも YouTuber した動画をナイス企画っていこうかな。あれ、宮田さんいつも外じゃない、外なんで外いるんですか。確かに、そうです、今回はプラモデルを買うところから撮っていこうかなと思いやすまさかのね、仕入れていない、まだ宮田チャンネルの数少ない外動画、外動画だいたいいつも家って冬の雪の、ね、中でやってるぐらいは私は知らないですけど、多分ここで画像出してると思いますけどそれ以来なんで、まずはプラモデルの方買うところからやっていこうかななんて思いやす。あるのかな。え、サタあるのか。見てくださいよ、このすごいすごい骨付き。これ、いやもうまず一口目これでしょ。いただきます。あいにょ、いただきます。うまっうわっ、めっちゃ染みてる。ああ、いいね、そう、やわらかっ、めっちゃうまい、この角煮みたいな感じ。ああ、おいしそう。あ、うまっ、これでマジビールいける。自宅に移動していきたいと思います。せーの、はい、私の城兼自宅に持ってまいりました。さあ、今回購入してきたのがこちらになります。今回作るのはこちらになります。あれ、阪神タイガースの監督さんですか。優勝するんですか。ちょっと野球、ちょっとね、なんかどこの球団、どの球団がどのコーナーって怖いからちょっと。ああ、そうだね。はい、今回作るのはこちらになります。ウルトラマンデッカーからフィギュアライズスタンダードウルトラマンデッカーフラッシュタイプになります。フラッシュタイプ。やっぱウルトラマンにね出てる俳優のね、ことやるならまあウルトラマン作りますよね。ありがとうございます。はい、こちらウルトラマンデッカーに登場する主人公の誰でしたっけ。金田くんが、はい、変身するウルトラマンデッカーの、一番スターランドのもののフラッシュタイプになります。はい、メーカー希望価格3630円のところ2904円で購入いたしました。安い。あれ、かなり内容もですね、かなり組みやすいと思うので、まあ、あまりね比較的プラモデルそんなに作れない。そうですね、はい、最後は中学生の中学生、めっちゃ前、はい、何年前っていうとね我々の年齢バレるので、ね、あんまり言わないようにして早速、作っていこうかなと思います。はい、めっちゃ春じゃん、カスがじゃあまずは着替えていきます。はい、まずですね、プラモデルを作るためのベッドに着替えてまいりました。2人は振り切れない。しまっちゃった。え、照れるな。2人はプリキュア。わかんない、使わないポーズがわかんないから、わかんない。まずはプラモデル作りの体制になっていきますか。さあ、作成の場所に移動してまいりました。ウルトラマンデッカーのねフィギュアライズスタンダードを作っていきたいと思います。イエイ。今回はですね、そのゴリゴリに塗装するわけではなくてですね、うん、まずは先細薄刃ニッパーで、切り離してから、双刃ニッパーのほどねバチッと、ランナー跡を切り取って、棒やすりとかスポンジやすりで表面をきれいにしてね、
もう素直に、素組みで作っていこうかなと思います。今回仕上げとして最後は、スーパースムースクリアの半光沢で、最後は仕上げていこうと思います。よし、開けますか。おい、この瞬間一番楽しいですね。ほんとそれ。いやー、めっちゃ綺麗。綺麗だね。めっちゃ綺麗。何これ。あ、YouTuber っぽい。あ、いいですね。YouTuber っぽい。多くはないね、やっぱり。確かに、それならいけるな。わぁ、こんな感じですね。お、ランナースは全部で10枚とシールのパーツが2枚入ってて、あとエフェクトのパーツが1つ入っておりました。かなり内容としては組みやすいんじゃないでしょうか。では早速パチパチと、作っていきましょう。おい、楽しみ。じゃあメインでお願いします。あ、いたします。すごい懐かしいな。はい、頭ができました。いや、お、かっこいい。かっこいいね。凛々しい。やっぱでっか、やっぱ頭のあの中央のあれがいいっすね。ね、そうですね。おい、楽しくなってきた。一番から物持ってくれてます。立たない。立たない。当たった。あ、立たない。リッカーはね、なんか前にこうガーンってやるやつだと。そう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 。持ち手系のね。ね。逆にプレスが珍しいぐらい。言うじゃん。あれ。あれ。いや、ちょっと。これで買っちゃった。買っちゃった。通りで、なんかえらい袋でかいなってなったら。みんな持ったでしょ。あれでっか買っただけなのに、なんか袋でかくねみたいな。デラックスブレザーブレスを調子になって買いました。ちょっともう一回見せてくださいよ。電源を。あっつ、あれ、ゲント隊長ですか。わかったからって。わかったから。全部むず。おお、めっちゃ綺麗。めっちゃかっこいい。確かにめっちゃ綺麗。綺麗。カメラ以上にね。めっちゃ綺麗。やっちゃってください。もうめっちゃ綺麗。やべ、興奮するこれ。めっちゃ綺麗。しかもここ何も変身する前だって。おお、ゲント隊長、緊急出動だ。やばい、あっしゃ。あ、やっとこれ出る音あるんだ。ブレーザー、一緒に戦ってくれ。へえ、行くぞブレーザー、ウルトラマンブレーザー。俺が行く。ああ、一周した。かっこいい。おい、それつけながらマジで俺が行くって。俺が行くって言いたいわ。いや、私こういうの調子乗っていっぱい買っちゃうタイプなんで。え、ブレーザーストーンセット01と03を買ってきました。いや、いや、ほぼ買ってるほぼ買ってる。この人 Z さんの、あ、 Z さんのブレーザーストーンもついてると。2つついてるのね。言うの？マジ？かっこいい。お、すげえ。すげえ。変わってる。え、すげえ、すげえ。あ、しかも Z になってる。なってる。めっちゃかっこいい。すご。めっちゃかっこいいな。なにこれ。すご。なにこれ。あ、ちゃんと Z の声だ。あ、すげえ。すげえ、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 すげえ。すごい。いや、これ集めたくなっちゃうんで。これはやっちゃうやつだ。これは全部やっちゃうよね。え、ちょ、今回 Z、Z じゃねえや。デッカー作ってるんで、ちょっとデッカーのブレーザーストーンもね。あ、あるんですか？ありますよ。おーほーほー。ウルトラマンデッカーのブレーザーストーンですかね、これ。
この画角でやる。おー、すげえ、ちゃんと言うんだ。おお、すごい。あ、すげえ。おお、すごい。結構だ。あ、ちょいいな。ちょいいな。楽しいな。楽しい。これも作るかな。邪魔くせえ、邪魔くせえ。ごめん、一回撮るわ。以上、私のチャンネルって一応プラモデルの動画なんですけど、ガンダム好きが比較的いると思うんですね。ああ、そうだよね。プラモデルって言ったらなんかちょっとね、なんかガンダム要素入れとこうかなっていうので。こちらですね。ガンダムカードコレクション、水星の魔女2ですね。全50枚1セット5個入ってて、ちょっと調子乗って4つ買ってきました。おぉ急な、急なガンダム要素。そうそうそう。あ、でも、ちょっと、俺も見てたからね、水星の魔女。下の。おもろかったよ。いや、ちゃんと24まで完結したな。ね、したよね。いや、うまく、大人ったな。エランケレス、エアリアル回収型主人公機。ああ、ディランザ、ディランザのメイジーメイ、あ、メイジーメイ、ペギルベンディリオの人、うん、お、チュチュキ、チュチュキあるよね、こっち。スレッタ&ミオリネ、ザオートヘビー、ハインドリー、スレッタ、あー、昔みたい、スレッタ、あなたはできる子。プロスペラです。ダリル・バルデですね。僕ね、この絵かっこいい。ガンダム・ウブリス・ソーン・ロージ。僕、春持ってたやつ。あれね、パソコン。どうしようか。これ、また同じやつ。エナオ・ジャス。あ、まあ、ペギル・ベンディリオのやつか。あれか。あ、これあれだ。グラス・レイリオのあの、女5人衆の1人のやつだ。ル・ブリス・ウルが来ました。グエル・ジェターク。おそう、ザ・ウォート・ヘビー。エアリアルのあの、後ろにバックパックついてる版の、フルバーニアめっちゃいいやつ。ファラクトのキラ、かっこいい。俺も作る。俺も作る。お願いします。さあ、プラモデルをですね、絶賛作成中にですね、俳優の、いや、ウルトラマン俳優の、南雲くんにですね、ちょっと質問していこうかなと、せっかくなんで。はいはいはい。あれですね、名前、年齢。名前、年齢。はい。主な出演作教えてください。はい。そしたら、名前から。まあね、オープニングでも言ったんですけれども、南雲清姫、年齢は、26でございます。はい、主な出演作、ウルトラマンブレーザー。ああ、はい、今それは欠かせないですね。はい、第10話に出てますから。はい、あとはそうですね、みんな知ってるかな、クロちゃんゼラブと。クロちゃんゼラブドラマ。はい、安田大サーカスのクロちゃんいるじゃないですか。わーわー、あの人のなんか恋愛遍歴をドラマにした番組があるんですね。へぇ、はい、それで、クロちゃんが真村修平さんをやってて、で、僕はそのクロちゃんのマネージャー役として出させていただいたんですよ。それはね、今のあれかな、一番気分。で、あとは、CM か。CM? うん、そう、なんか徳光建築企画っていう、まあ、建築のね、会社の CM に出たりしてまーす。なんで役者やろうと思ったんですか。わ、聞いちゃうっすね。聞いちゃいますね。そんなもったいぶりはなかったんだけど、なんか普通になんか昔から常に目立ちたがりや。わからんでもない。僕を見てくれが強い人間だったんで、やっぱその最たる仕事はやっぱ
俳優ですよね。あ、確かにそれ。まあなんか中学の頃とか演劇祭っていうね、うん、まあクラスで一つ演劇をするのがあったんですよ、イベントが学校で、はい、それでまあ主人公をやったと、おやらせてもらった時に、まあ父兄のね、まあ綺麗なお姉さん方にね、はい、こう、あ、キヨくんよかったよって褒めてもらったらね、もうね、鼻の下伸ばしてね、デレデレで喜んでますね。もうそしたらもうね、もう報酬ですよ、僕にとって、脳の中で。あ、もう、やっぱ人間で単純ですね、やっぱり。その通り。その通りでございます。はい、その役者としての今後の目標は？目標、はい、そうですね、やっぱ、地上波ドラマをメインで、出演する。そして、来年、再来年のウルトラマンに出る。再来年なんだ。来年、再来年のウルトラマンに出る。ああ、いいですね。はい。役名で欲しいですよね。役名で欲しいね、うん。そうね。役名欲しいな。誰か見てるプロデューサーさん、お願いします。言うのはただなんで。言うのはただ。見てねえかな。言うのは見てねえかな。誰か。誰か見てねえかな。最後に一言、多分それだよね。見てねえかなって。あ、見てねえかな。誰が見てねえかなって。最後の、ちょっと間違いない。そんな感じ。よし。こんなに複雑なシールを貼ったことがない。何？どれがどのランナーかなんか、デッカーの色から大体推察するっていう。なるほどね。これはこれでした。これはこれでしょ。あ、あったあったあった。こっちに。あぶねえ。来たよ。Z さんの返信。ああ。来てしまいました。結構すすくるわ。Z の変身のやつも買ったんすよ。え、そうなの？投資。なりきりセット。セットで買いました、しかも。やば。あ、それは、自分の金？もちろん、もちろん。投資。すごい。買ってんのか。お金食べますね。完成です。綺麗。超足の骨格ウルトラマンって感じするんだけど。ね。綺麗。しかも。めっちゃ曲がる。結構めっちゃ曲がる。しゃがめる。しゃがめる。しゃがめる。超曲がる。グラビア取れる。イエイ。ピンが。小さ。ピンが。小さくないと。距離近くないと。ピンが。イエイ。あーあ、来たー。来たー。イエイ。かっこいい。シュッとしてるわ。なんかいいな。胸かっこいいね。ね。真ん中じゃないってこうね、まあ、広いわ広いよね、よいしょ、私も私可愛い綺麗な人だよね、誰だろう、広いあーでもあれだな、ルナちゃんがいいな、ちょっとね、トリガーのあー綺麗だった、確かに、俺やっぱ写真集デジタル版買ったもん、買ったんだね。いやーでも俺そう多分買っちゃうのはやっぱブレザーの今の子が、でもね、すごいの可愛いよな、可愛い、可愛いマジで、あのね、やっぱね現場で見た時の感じは僕は職権乱用というかどっちももちろん綺麗だ。いやーずるいわ。ちょっといや本当にもう綺麗だった。ロケバスの中でちょっと話させてもらうけど、バスの中って最高じゃないですか。
はい、そのあたり。たまたま構築だった。まあ、そうやって。バスになると話すしかないじゃん。携帯かも。すごいじゃん。何してんすか。あっちからこう、なんか話しかけていただいたりとかするな。マジで。What? 今回ですレイジャーのセッティングさ特殊部隊そうかっこいい特殊部隊って特殊部隊いや現役の時もやっぱ俺もなんかね自衛隊やってて思うんだけどやっぱこう、ね、自衛隊だったらレンジャー訓練ってあ、なんか聞いたことあるそうですよ。みんながイメージしてる訓練、ご飯の中で。あ、そう、うん、そのイメージある。それがもう現状訓練なんですよ。やっぱ、あれをやってないと、本物の兵士じゃないかな。なんかニュースとか、なんか特殊で取り上げられてたけど、どんだけ辛いんだよ。つらいだろうなぁ。また記憶がある。気が悪いですね。人の職業ではね。まあ、あの、ケント大将とか、さ、特殊部隊なんですよ。超優秀。で、あの現場の落ち着きだと。すごい。なんとかしたい。上司。ケント大将の役者さん。ああ、うん。この人と話してるんですか？この人とね、ちょっとだけ話してるかな。なんかね、芝居のお話とか話してる。気づいたけどさ、こういう裏話をさ、俺のチャンネルでやっていいもん。宇宙を感じるし。気づいたけど、宇宙を感じるし、全部なくそうなんだよね。これね、ちょっとずらしろ。全く狙ってなかったけど、これ比較的楽なとこしかやってねえ。わかりやすい、どこしか。両手両足だけど、基本的に一緒だからさ。こうするのね。そう。シシルコ。ギャラクシーシールっていうのか。今つけた。シシル。ギャラクシーシールを一切使わない腕完成でーす。私は重大なミスをしてますよ。ここあるじゃないですか。ここはね、なんかね、中にね。あ、下にシール貼るパターン、出た。下にシール貼るのを知らずに。任せて、取るよ。はめ込んでしまったんで。ここか。そこか。シャ。地球がモダンの時が来てるんだ。それは分かるんだよ。アムロ。やってみなくちゃ分からないな。エゴだよ、それは。これ、水して。あ、すごい。もうめっちゃ CM、CM っていうか、もうこのブレーザーを宣伝しつつけど。バンダイの手先。もう、すごい。で、広告。広告。素晴らしいですね。あーん、美脚。え、すごい。足も、こう、こう動くんだ。今のってこうなってる？なってるかな？ちょっと動くか。足も太い、細かい。おぉ、かっこいい。うわ、かっこいいね、これ。そう。おぉ。すごい。鱗で。鱗か。やろい。やめがもうね。うわ、かっこいい。おぉ。かっこいい。かっこいい。太陽光のライティングがかっこいい。最高に。めっちゃいいな。かっこいい。いいですね。ような。ね。手のパーツ。手首。俺通称チクビって呼んでんだけど。何やねん。いっぱい。あるんだね。ウンチャラソードついてて、スペシウム構成の、これね。はい。これがついてるんです。ちっちゃ。さあ、
そしたら、こちらのデッカー君をですね、最後半光沢でトップコートとして仕上げていこうかなと思います。楽しみで、宮戸屋のめちゃくちゃめんどくさい塗装の時のやり方、イエーイ。まず、段ボールに両面テープ貼ります。貼ります。ギャッ、そしてですね、ここにデッカーさんをそのままこうですででーんこれであとはスプリンでそのままそういうところをラーって吹くだけですねあとこれ吹き出しと吹き終わりを吹かないようにしてこうシャーこういう感じそうなんかこう手とか腕にこそってこうバーってこう全身360度吹いてもらえれば回しながらなんか本体を回しながらそう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 やべちょっと表面がなんかひたひたかなぐらいですね全然表面はもういいぐらいこの状態だと手足を伸ばしきってる状態のとこしかトップコートさん吹かれてないってなるほど曲げてあげてですねあーそう関節ですかマトリックスマトリックスになっている子供たちは見せられないな見せられないな子供たちには見せられないなかっこいいことの裏にはね、努力があるからね。ヒーローに対して何をこう、こうして関節をすべて曲げた状態で、もう一回拭いてあげると。すごい。いきます。シャワーですよ。ね。おかしてそうだもん。マイノリティーだよ、君は。はい。これでまたマッチです。これさあ、今回はですね、フィギュアライズスタンダードウルトラマンデッカをですね、はい、ウルトラマンに演で出演しております。南雲ひろひろ君に来ていただきました。はい、いかがでしたか。いや、楽しかったですね。あ、お、良かったです。あの久しぶりにガンプラじゃないけどプラモデルを組んで。童心に帰ったよねついついこう黙々とね独り言言いながらそうそうそうあ、これ違うどこだっつってあれないみたいなそうそうあれなんかそういうのもね、うん、なんか久しぶり楽しかったですねめちゃめちゃ、うん、良かったなんか純粋にこう楽しくプラモデル作る気持ちを久しぶりにね味わえたんで良かったですねウルトラマン作ったことなかったですよね良かった途中も多分言ってたと思うんですけど、ね、ウルトラマンの関係者の人そしてバンダイの人見てくれてないかなって見てください届けこの思い届けこの思い多分ね、もう名前で多分分かってくださると思う分かってくださった見てくれないかなその勢いで俺もなんか宣伝してくんねえか僕が現場に行った時に、まあ、あの写真も見せるから、ね、あ、そうだねありがとうございます。ちゃんと伺ってみてみてね。撮ってみようかな。はい、ぜひですね、私の高校の友人で、かつ俳優である南雲ひろひろとですね、概要欄とかに、X、括弧 Q、Twitter のリンク内容貼っておきます。ぜひチェックしてみてください。お願いします。よろしくお願いします。はい、そして、俺の、チャンネルの方もね、チャンネル登録とかしてない人は、していただければなと。思います。子さんになるなら今ですよ。そうこの時点でまだね、登録者数5000人ちょっとなんでね。5000人って結構すごいと思う。すごいと思う。俺だってまだ、インスタですら600なんかだからね。動画1個でしょ。これ1個だけじゃなかったっけ。あ、それ YouTube か。それ YouTube ですね。でも本当にね、いや、すごいと思います。1万人目ですよ。まず。そうです、まずですね。よろしくお願いします。はい。では最後はあれですかね、ウルトラマンデッカーの完成品の動画を流して終わりにしようかなと思います。それでは完成品の方どうぞ。よくわかったね、今わかるよ、そりゃそりゃわかります